私このこんなでかいですよ、指が来ます。相当やばい、60分待ちだ。ここもまた大きいね。うわすごいわ、進撃の巨人ね。ものすごいいい香りじゃん。結構並んでますね、あそこね。こんなだって王様がいるんだから、人がいっぱいでいるね。また皆さん、ちょっと僕は他のところに行きたいんだけど。はい、今ね車の方に乗りましてね、バーナヒルズの方に向かっております。だいたいね七飯市内からね、45分ぐらいで着くみたいなんですが、今回私ね、こちらの車ブッキングしてね、1938円ぐらいかな。でこれね、この大きさの車で3名まで、乗れて1938円なので、私今回1人なんでね、丸々払うんですけど、あの3人で行けばね、それ割ればいいんでね、かなり安く行けますよね。でグラブとかで行くとね、今日朝ね見たら63万ドンぐらいだったんで、まあそれもだいたい1900から2000円ぐらいになりますね。あとホテルの方からもね、バーナヒルズのあのみんなで乗っていくバスをねチャーターするっていう風に書いてあったんですよ。でそれで1人ね行き帰り含めて、30万ドンでしたね。ただもう時間が決まってるんで、私みたいにその何時に戻ってくるかわからないね人だとね、こういった形で行きはこの車ブッキングして、帰る時にまたねサイトでブッキングしようと思います。この車ね、あの昨日の夜ね11時半ぐらいにねブッキングしたんですよ。それでもね今日朝9時にねこう来てくれたんで、すごいですね、びっくりです本当に。まあ、とにかくねこの車乗ってね向かいましょう。多分ものすごい混んでるみたいなんで、心してかかりたいと思います。行きましょう。あのさっきのうんちゃんがね、こちらの方で買っていった方が並ばなくていいということだったんで、途中でねこちらの方に寄ってね、変わらないですね、現地で買うのと。90万ドルになっております。はい、ありがとうございます。こちらの方で購入しました。行きましょう。さっきチケット買ったお店の通りなんですけど、ここの通りはねもうあのバーナヒルズのねチケットをここで売ってるみたいですね。どれぐらい混んでるのかっていうのは見当がつかないんで、確かに買っといた方がいいっちゃいいんですよね。まあオンラインの方でも買えるみたいなんですけどね、私は現地で買おうと思ってるんですが、ね、まあこのドライバーの方があの前に買った方がいいよってことだったんで、その前にこの水をねわざわざね、あのお店によってね何も言わずに買ってくれました、ね、あ現地で買うと2万5000ドンだからです、ここで買えば5000ドンだって買っていただきました、はい、すごいね気さくないい方ですよ。今ねこちらの方バナヒルズのね中の方に入ってきました。もうダナンのディズニーランドと言われてますからね。こうやって入り組んでいってね、まあ、ちょっと木で見えにくいんですけどね、このね上の方にね山があってね、そちらの方までねロープウェイで上がっていきます。この方が言ってたのはね、前だとね7時半に来て最終的に上に上がれるのが11時半、それぐらい混んでたって言ってましたね。今日はねラッキーなことにそこまで混んでないよって言われましたね。バイバイバイ。すごいドライバーさんでしたね。着いたものはいいものの、ここからねなんか歩いてねバスの方まで行くみたいなんです。あのバスに乗って、どこかに行くみたいです。もう手探りなんで、ね、全くわからないですがね、まあ、これも旅の醍醐味でしょう。もうね綱渡りの状態で行きますよ。私はてっきりもうここに着いたらすぐあの上に上がるロープウェイがあると思ったんですけど、ないんですね、うん、多分あのシャトルバスみたいな感じでバスがこういっぱい来るんだと思うんですけど、めちゃめちゃ混んでますね。2分ぐらいでこちらの方到着しました。行きましょう。こちらがバーナヒルズの入り口になってるのかな。
結構あれですね、なんかホイアンテイストのある場所になってますね。こちらの方でね、チケット買ってない方はこちらの方で買えますね、バスチケット。値段の方はですね、先ほど買ったところと同じですね。大人だと90万ドル、子供75万ドル。でポンボっていうのはですね、あのレストラン、食べ物、バフェが入ってますね。大人120万ドル、子供で90万ドルになってます、はい。でダナン市民だとね、割引があるんで、あの下ですね、60万ドル、50万ドルですね。こうやって見るとチケット売り場並ぶって聞いてましたけど、そこまでね、並んでないですね。こちらの方では飲み物買えたりしますよね。水とか買ってない人はこの辺で買ってね、持って行ってもいいかもしれないです。もうこの入り口からエンターテインメントの施設みたいなね、やっぱディズニーランドですね。行ったことないけど、あそこでチケットを買ってこちらの方まで歩いてくるのかな。わすごいね、サンワールドってバナヒルズって書いてますね。サンワールドという会社がこのねパナヒルズを経営しているっていうふうに聞いたので、それでサンワールドって入ってると思うんですけど、やっぱ中国の王宮みたいな作りになってますね。僕も写真撮りたいな、誰か撮ってくれないかな、一人だけど。わあ、そこで撮ってるよみんな、いいねパナヒルズって。こういう入り口から楽しめますね、ここはね。団体客のお客さんもねいっぱいいますね。パナヒルズの中の方に入っていきましょうかね。おそらくここでチケット見せるのかな。あ、見せなくていいんですね。ここまではチケットなしでね入ってこれますね。来ました、この入り口。ここみんなで写真撮ってますね。私も撮りたいな、そこで。この、ね、中心から入っていきましょう。この上がケーブルカーになってますね、ロープウェイですね。ここでも特にチケットを見せることなく入れましたね。中にはスタバもあります。ここでも一休みできるような作りになってますね。もう人の流れがね一緒なんでね、ついていけばね大丈夫ですね。こうやってあの上下ねランタンも変わらずあったんで綺麗ですね。ケーブルカーがね最後降りてくるのが5時が最後みたいなんで、ここら辺は多分おそらく夜もねギリギリやってるのかな多分ね。ここでまた上に上がっていきますね。結構ね歩いてますね。どれぐらい歩いたの、10分ぐらい歩いたのかな。あちらのねロープウェイに乗ってね上がっていくみたいです。こちらの方でおそらくパス見せるのかな。みんななんか携帯で買ってる人は携帯で行ったりしたりしてますね。僕はもうこの古いタイプの人間なんで、ね、これで使えなかったらもう笑いますよ。いや、OK、 いや、もう良かったです、OK です。無事渡れました。偽物じゃなかったみたいです。うわ、ああやって乗ってますね、いいな。結構ゆっくりだこれ行くの。向こうは何だろう、あ、こっちはあれですね、ホテルですね。そんなにね今のところ並ばなくて済んでるんでいいですね。ちょうど隣いないでこう乗れました、ね、それではね30分ぐらい乗っていきましょう。
高所恐怖症の人は怖いかもしれない。確かね、こちらロープウェイでね、このロープウェイはギネス記録に載ってるところだと思いますね。8000m だったかな。だから30分ぐらいかかるんだと思うんですけれども。いいね、一人だけど。周りは家族3人と友達インド人4人が座ってて、俺一人だけ。すごい、涼しいですね。はい、到着しました。今は比較的今まだね、寒気なんですよ。まあ、今日9月1日なんですけれども、ダナンは3月から8月が寒気で、その後はもう雨季になって雨が降ったりとかするんですけど、で比較的今日も暑かったんですよね、ダナン市内は。ただこの上上がってきたら、ね、寒いんで、上着1枚持ってきた方がいいかもしれないですね、夏の場合でも。特にね、1月とかね来たらね、もう確実にね寒いんで、きちんとしたコート持ってきた方がいいですね。今の時期でも寒いです、ちょっとね。寒いというか涼しい。混んでるかと思ったんですけど、空いててよかったですね。残念ながら曇りですね。うわ、ここユニバーサルスタジオジャパンだよ。書いてあるじゃないですか、これワールドって、サンワールド。すごく本当にテーマパークみたいですね、ここがね。でよく東南アジアにあるようなキャッチー、なんていうんですかね、テーマパークじゃなくてきちんとしたテーマパークですね。もうこういう、なんだろうな、作りもきちんとして、フランス系のなんか様式なのかな。でここはフランス村っていうね、テーマパークもあってね、そこも後で行こうと思うんですけれども、向こう側とかもね、すごい作りが本物っぽい。お土産屋さんもあったりとかしていいですね。あ、ここがあれですね、フレンチビレッジって書いてあるんで、フランス村になるのかな。ここのバーナヒルズはね、2018年に開業したのかな。まだまだね、こういろんなテーマパークがこう建築というかできてる途中みたいでして、どんどん今後ね大きくなっていくと思うんですけれども、やっぱメインはね、これから行くゴールデンブリッジ、もう神の手と言われて、このこんな手をしているところに行くんです。はい、なんかディズニーランドみたいだな、行ったことないけど。それではちょっとね、入っていきましょう。先ほどね、インフォメーションの方に聞いたらね、こちらのフランス村に、ね、のね中に入っていけば、このゴールデンブリッジがあるということなんでね、そちらの方入っていきたいと思います。ちょっとあれですね、霧が多いですね、やっぱ山の上なんでね。なんかハーってやるとすごく霧みたいなのが出ますね。ちょっと残念だな、すごい霧が多いですね。こちらの方に来ると全然人が少なくなってますね。とにかくね、すごい涼しくてね、風も結構強いですね。こうやって見ると本当に作りがね、西洋チックでね、こういうものもね、こういうのやっぱ家に一つぐらい欲しいじゃないですか、やっぱりね。また神の手はね、ゴールデンブリッジはまだまだ先みたいですね。中の方に入ってきますよ。皆さん、スタッフの方も含めてね、すごい親切で楽しませようとしてくれますね。それで手はどこにあるのかい、手を見たいのよ、手を。ここまっすぐ行くとあれですね、ケーブルカーに乗っていくんですね。来ましたよ、こちらのケーブルカーに乗って、神の手、ゴールデンブリッジの方に入っていきますね。今ね、こちらのロープウェイの方に乗りましてね、ゴールデンブリッジの方に上がっていきます。先ほどね、30分ぐらい乗ったロープウェイあったんですけど、
もう一つね、こちらに乗っていきます。相当上にありますね。到着しました。こちらですね。5分もかからないで到着しましたよ。とうとうこの長年夢見た手が見えます。ちょっと見えますね、手が向こう側にね。こちらも非常に混んでますね。どこから？あ、ここですね。ここから入っていきましょう。この辺りはお土産屋さんがこうやってすごい並んだりしてますね。混んでる時は本当にね、カメラ回せないって聞きましたね。もうすごい、みんな写真撮ってますね。そら写真撮りたいよね。だんだん奥の方に行けば行くほど混んできますね。こうやって旗をね、こうやって飾っていってますね。これ私手がこれ何個もあったと思ったんですけど、一つだけなのかな。何個もこうやってバンバンバンだったと思ったんですけど、この手見てください。私の手と比べてこんなでかいですよ、雪が。皆さんもここで写真撮るからすごいですね。混んで混んで、うん、ここをそこを抜けると非常にいいですね。スムーズに行きます。非常に風もね、気持ちいいですね。ちょっとね、天気が曇りでね、残念なんですけどね、まあ、晴れてればもうすごい青空の下でね、この手を見れたと思うんですが、でもね、霧がかかってないだけでもいいですね。雨も降ってないし。こちらに来るともう手は終わりですね。そうなんだ、手は2つなんだね。私もものすごい、さっきも言った通りいっぱい手があると思ってました。でもね、あれだけ手見たらもうお腹いっぱいですね。こっちまた突き抜けていくと他のね、アトラクションに行くかと思いますね。私も90万ドンこちらの方入場料で払って、で、まあ、あのご飯とかそういうのは含まれてないんですけれども、まあ、さっき見たあのゴールデンブリッジですね、あと、まあ、フランス村ですとか他のアトラクションですね、なんかね結構その乗り物系のアトラクションもあるみたいなんでね、後で行ってみます。そちらのね、あの使用料とかもね含まれてるみたいなんで、ここで皆さんね写真撮ってるんですけど、何がいいのかな、おっさんには分からん。でもなんかすごく女性にとってはいいんでしょうね。まあ、一人でねここ歩いてるのはね私ぐらいですよ、うん、あとすごいおじいさんみたいな人、多分はぐれたんだと思うんですけど。アイス、これはでも家族と来たらねかなり長い時間入れますね。向こうの方にはなんか城がありますね。あそこから来たのか、なんか人の流れに沿ってきたのはいいものの、ここはどこに行くの、これは。あ、これも一つのテーマパークというかあれですね、あの庭園ですね。すごいよ、団体のお客さんが。これは中国系かな、観光客かな。至る所にこうやってフードスタンドとかね、飲み物売ってるところがあるから、そのあたり心配しなくて大丈夫ですね。なんて読むんだこれ、 LF ジョーダンじゃないですね、ジャーディン。すごいなんか昭和歌謡みたいな音楽が流れてますね。
非常に涼しいですね。見ての通り空もちょっとねかなり曇り出してきたので、皆さんこの猫の前で写真撮ってるんだけど、何がいいのかな。一番左はすごい怖いぞ。右も怖いよ。撮るなら真ん中だな、一人だけど、まあ、正直ねそんなに私なんだろう、庭園とかには興味ないんですけどね。せっかくね90万ドンも払ったらね、やっぱり見に行きましょうよ。以前はね75万ドンぐらいだったみたいなんで、それがね10万ドンずつ超えてね85万ドン、まあ、90万ドンっていうのが値上がりしていって、多分ね来年とかなんて大台乗ると思いますよ。100万ドン。ここはなんかワインセラーですって。無料の試飲ができるのかな。ほらこの女性が立ってるよ、ワインセラーって。はい、ノーティケット。あ、OK。 ここね無料じゃなかったです。なんか無料だと思って入ろうと思ったんですけど、見せて。10万ドン、20万ドン、30万ドン。いや、いらない、すいません、ワイン好きの方でもね、好きな方はぜひ来てみます。ワインセラー1923年からと、多分試飲とかもできると思うんですよね。ヨーロッパ調の庭園になってますね。こうやって歩いてても、中国人が中国語と韓国語しか聞こえてこないですね。あとインド系の方が多いかな。日本語はねほぼ聞こえてこないですね。ちょっとなんかねこの辺り来るとぐったりしてる方が多いですね。あそこに鳥がいるよ、みんな。この上に大仏があるのかな、違ったかな。おい、大仏いないじゃんかよ。なんでここにまで上がってきたよ。ややこしいな、ここは。これのためだけに階段を作るってどうなってんだよ。大仏どこだ。あ、こっちだな。到着しましたよ、この大仏さん。迫力ありますね、こうやって見るとね。皆さん向こう側でねお祈りされている方もいますね。山の上なんで本当にね、市内と天気が全く違うと思うんですよね。こちら今はもう曇りですごいですけど、市内降りたらすごい晴れてるかもしれないですね。ありがとうございました。行きましょう。これは西遊記なのかな。あそこにも猿がいたし、でもあ、多分そうだ、西遊記だよ。これ佐護城だよ絶対に。ちょっと小腹が空いたんでね、なんか食べたいんですよね、レストランかどっかでね。向こう側に見えますね、手がね。こちらパンフレットみたいなのあるんですけど、韓国語、これタイかな、あとこれなんだろう、国旗がないけど中国語っぽいですね、こうやって見ると、ね、ここベトナム語で、ここ英語、日本語がないです。やっぱ人多いですね。今で11時45分ですけどね、どんどん人入ってくるかもしれないですね。こちら上がってきたんですけどもね、もう一本ねロープレイありますね、これね。であちらが神の手ですけどね。この上上がると何があるんだろう。これすいません、私間違えましたね。このロープウェイはこのゴールデンブリッジに来るロープウェイでしたね。向こうは写真撮るところか。
ここもでもいいところですね。こうやってね写真撮るには最高。うわすごい並んでる。帰り多いですね。こんな並んでますね。うわ時間かかりそう。ちょっともう一回手見ていきますよ。本当にね韓国人の人が多いですね。もうほぼ韓国人みたいな感じ。そんなダナン韓国の人に人気あるんですかね。乗りましょう。ここ上がってくると先ほど見たねあの手とあと庭園と大仏とワインセラーがおそらくメインになりますね。それではこのね並んでるところに後方につけて帰りましょう。向こう側戻ってもねいくつか見るところがあるんでね。今ね12時過ぎたところですけどね帰りの方が混みますね。これね朝早く来て早めに戻るかもしくは2時ぐらいに来て4時ぐらいに戻るかですね。なんか食べましょう。天気になってますね。だいたい6時間ぐらいここの方に滞在するんですかね。よくあるあのバスの行き帰りの送迎のサービスだと朝8時とか9時に行ってで15時16時に帰ってくるプランが多かったですね。ここもでもご飯食べるところだからタイ語も書いてある。あタイですね。タイマーケットだって。タイ飯もいいな。お日様も出てきて非常に気持ちがいいですね。ここはね、まあ、祝日だから混んでるってわけじゃなくて本当に普通の平日でも大変混むみたいなんでね。もうベトナムのガナンが力を込めてここをプッシュしている場所ですからね。こういったところにありまして、ね、なんか本当にディズニーランドみたいですね。行ったことないけど。ここねインフォメーションデスクがあるんでねこちらの方に聞きましょう。ここで食べましょう昼ご飯。一人だけどまあ外の方がいいですね。ここで食べます。目の前でピザ焼いてくれますよ。いやピザ食べるかやっぱ向こうはせっかく焼いてくれてるから、ね、まあこっちがスパゲティ系とかねありますね。あとはメインコースこんな大変なことになってますよ、これがサラダ系ですね。あったりあとバーガーあったりしますけどピザだな。ピザ食べよう。そしたらねピザこのピザ配線シーフードピザいただきましょう。今店員さんが来てねピザは30分待ちですって言われました。待ちましょう。もうね探すのも大変なんでね混んでますし。今ちょっとマップ見てたんですけどものすごいいっぱい見るところありますね。ここはまあゴールデンブリッジ一つですけれどもね。あとなんかファンタジーパークとかこれ蝋人形の館みたいなやつがあるのかな。こんななんかアトラスの彫刻とかねでこういうテーマパークもあるんでね後でちょっとこの辺りはね行ってみたいですね一人だけど。あとこれスプリングフェスティバルとか季節によってねこういうディズニーランドみたいなね。あディズニーランドだよこれやっぱり。ほらハロウィンとか行ったことないけどだからこういうところで家族連れと来て行くのもね本当にいいですね。こうやってなんだろう地図のね番号も書いてあるからこれ通りに行ったらね行けるでしょ。ただでかいっすね本当ね。結構歩かないといけないかもしれない。はい到着しました。これねピザ25万丼ですね。 M サイズかな大きさになってます。目の前でねこう作ってくれたやつなんで絶対美味しいと思うんですけど
思った以上に早く持ってきてくれました。ありがとう店員くん。ものすごいいい香りしますね。いただきます。そりゃうまいです。うーん、このサクサクの生地ね、おいしい。うん、うまっ。トマトベースのシーフードが乗ったね、こうやってチーズもたっぷり乗ってますけどね。でベトナムこうやってね、もうチリあるんでね、チリと一緒にいただきます。うん、もう一人ってことを忘れますね。うん、本格的なピザでうまいね。あのテーマパークの飯ってなんかそこまでね美味しくないなっていう感じはするんですけど、まあ、そんなに行ったことないんですが、ここのピザはうまいわ。まだね、実は私あの帰りのね車予約してないんですよ。何時に帰るかわからないし、あと最後のロープウェイでどれぐらい待つかもわからないんで、なのでねちょっとそのあたり心配なんですが、今日運転してくれたあのお兄さん曰く1時間前だったらオンラインであの予約できるから大丈夫だよって言ってたんでね、ちょっとタイミング見てね、あのオンラインでブッキングしたいと思いますね。まああと最悪グラブですよね。値段もまあ4万ドンから5万ドンぐらい高いぐらいなんで、まあ、最悪グラブで買います。あの2年ぐらい前かな、にゃちゃんに行って旧正月の、YouTube 撮ったりしたんですけど、もう動画撮ってるともう動画撮らなきゃっていうのでね、全然正直楽しめないですよね、うん、だから今回はちょっとね、もう前回の反省も踏まえてね、もうゆるくやらせていただきたいと思います。もうあんまり固い字張らずにね、もうちょっと行ったところをちょこちょこっとこう撮らさせていただくようなビデオをね作りたいと思いますので、よろしくお願いします。なんだよクソつまんねえなってね思われるかもしれないんですけど、いつものことなんで、すいません。ここででも働いてる従業員さん、スタッフさんとかもみんなあのロープウェイでね来るわけですもんね。もしくはこの辺りに社宅があるのかな。まあ、来る時も見ていただいた通り山の上にあるんで、ここ自体がなので、この周りもそんなに住む場所じゃないと思いますからね、あのロープウェイ降りたところも。だからそこからも離れて30分ぐらい離れてバイクで来て、でまたロープウェイに乗って30分帰りも同じですよね。さっきも見ていただいた通りホテルがあるんで、ここの敷地内はおそらく夜でもやってるんでしょうね。ただロープウェイが最後が午後5時なんで、下りがですね、なのでもう陸の孤島ですね。でもなんか、うん、ここに夜いるのもいいですね。なんかパレードとかで、あ、そうディズニーランドのねパレードみたいなね、ああいうのもな、行ったことない。美味しかった、ごちそうさまでした。それでは行きましょう。あの作ってたあのピザのね、あの人なんですけど、ロシア人の人で、すごいあのいろいろ話しかけてきてくれて、ここのスタッフはみんなこのバナヒルズが用意してくれた社宅みたいなところに住むことができるみたいで、そうですよね、なんかあの行き来したら大変ですもんね。私もここでちょっとね働きます、何かしらしますよ、なんかこうピエロみたいなこと。ここもホテルですね。良さげなホテル。ここは何なの？メディエバルフェアって。もしかして庭園かな？庭園はちょっと私あまり興味がないんでね。ちょっとあのなんか大味なテーマパークをやめてくださいよ。わかります？なんか大味なテーマパーク。なんかクリスマスみたい。この音楽もシャン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 っていうね。おお、なんかこの下とかもほらヨーロッパみたいですね。なんかね、
行ったこと。うお、出てきましたよ皆さん、メリーゴーランドが。もしかしてメリーゴーランドとか、なんかあれですね、ユニバーサルスタジオジャパンみたいだな。行ったこと、まあ、遊園地っぽい感じですねここね。あのメリーゴーランドがあったりとかね、特にこうおっさんがワクワクするようなねものはないですね。でもちょっとやりたいと思いますけどね。あ、テーマパークですね。お、いいじゃん。うん、家族と来たらいいよ。一人だけ。すごい。これ。うわ。これまだこうやって開発してるんでしょうね。どんどんこうやって大きくなっていくんだ。すげえな。この山の上でこんなに掘っちゃってますよ。ロープウェイはここにあってね。これ動いてないけど何なんだろう。多分今作ってる途中なのかな。うわ、すげえ。あのメリーゴーランドみたいなやつ乗りたい、ちょっと。あ、これ面白いよ皆さん。でもこのアトラクションもあの入場料の中に含まれているんでいいですよね、そう考えれば。うわ、面白そう。これ中国じゃないから大丈夫だろう、どうしても。うわ、結構並んでますねあそこね。そりゃそうだよ、これ面白そうだもん。いいな、向こう側ではなんか演奏してますね。上がりですね。ここは金持ちの家ですね。ああいうなんかエンターテインメントというか踊りも見れて面白いですね。本当にあの東南アジアの変なテーマパークじゃなくてちゃんとしてるね。ビアプラザだって、ここビール飲めんのかな、がっつりと。こんなだって王様がいるんだから。わ、それにしてもあれだね、食べるところもいっぱいあっていいね。ここでもビール飲めますね、こんな感じでね。わ、美味しそう、黒ビールとかあって、ケバブもあったりしますね、これ。ここもケバブだ。すごい、あの本格的なドイツ人っぽい人がなんか指導してましたね。こうじゃないみたいなね。ここはまだ多分あれでしょうね、ちょっと位置感覚が分からなくて大変申し訳ないんですけど、フランス村というかね、フランスビレッジになるんでしょうね。ここに入るともう静かになりますね。このフランスのパリの街並みにこのロッテリア、いいね。こんにちは。多分ね、こっち行けばなんか出られそうな感じするんですけどね。ここにロッテリアがあるってまたいいですね。なんかあれ、スキヤもあったら絶対入るんだけどな。さすがにさっき来た道をちょっとね通って戻りたくないんでね、あそこまでね。多分どっかでこう繋がってると思うんですよね。ここはこうやって絵を描いてくれるサービスですね。いいね。私も一回ホーチミンでね描いてもらったことあるんですよ、グインフェイ通りで。すごい高かったです。35万ドンとかね、そのぐらいだったんですけど。またね、なんか微妙なあの絵だったんですよ。うまくもなく下手くもなく、下手でもなくね。お、来たよ。あれが見えますか皆さん、あの UFJ ボール。いや、来たよ、よかった。ぐるぐる回ればなんとか皆さん回れますね。なんだかんだでこのなんだろうな、こうちょこちょこちょこっとこうなんだろうな、はい、着きます。
さっきこんなのあったかな、教会みたいなの。さっきこんな教会みたいなのあったかな。あ、そうか、あったな。そうだな、インフォメーションあるからな。いや、びっくりしました。俺この球体がこの施設に2つあって、私2つ目のところに迷い込んだと思った。よかったよ。さすがにこのゴールデンボールは2つは作らないよな、金持ちでも。いや、人がいっぱいでね、いるね。また皆さん、ちょっと僕は他のところに行きたいんだけどな。本当かな。いや、先ほどちょっとインフォメーションセンターの方に聞いたらね、ゴールデンブリッジのある方面だって言われたんで、またちょっとね、こっちの方にね来ました。正直ね、あんまりまた来たくないんですよね、さっき来たから。ここか、そうなのかな。迷いました、おっさん。これさっきのあれじゃない、ゴールデンブリッジのところじゃない。こちら行くとゴールデンブリッジなんですけど、この下でしたね。そうか。いや、本当にあれだね、広いから大変だわ。ここもまた大きいね。フランスのベルサイユみたいなねところですよ、行ったこと。うわ、すごい綺麗だわ、ここお城。こうやってお城というか、なんか塔みたいのがあってね、これなんかパリのね美術館を模したような感じですよね。行ったことないですけど、山本太郎先生じゃなくて、名前なんでしたっけ、名前を忘れましたけれども、あの太陽の塔みたいなね、あの素晴らしいオブジェがありますよ。これがハリボテだったら面白いですけどね、これだけみたい、こっちだけみたいな。こっちはまだあれなんだ、工事してるのかな。そうですね、カミングスーンって書いてある。すごいね、ここ、でかい、とにかくここはまだありますもん、こっち側。この曲久しぶりに聞いたな。ここ俺の家なんだよねって、一度ぐらい行ってみたいね。ああ、そこも俺の家だよっつって、あそこもねつって、すごいね。まあ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 、別に大したことないよ、16世紀からさ引き継いでるからつって。まあそれは夢で見ますよ。本当になんか中世のあのお城みたいですよね。壮大だね。夜とか相当静かそうですよね。ただこうやってあのね、電気がこうついてるんで、多分夜はあのライトアップするんだと思うんですけど、夜もいいね。あそこの城に行きたいね。でかいよここちょっと。あんな城建てるとは思わなかったね。ちょっとこれからあのまた来た道を戻るって思うとね、ちょっと悲しいんですけどね。でもすごいわ。こちらの方来ました。うわ、あれがアトラスのなんていうんですか、石像じゃなくて仏像じゃなくて、とにかく石で作ったものです。いや、このお城大きいね。うわ、すごいわ。大阪城、まあ大阪城の方がでかいか。でもまあでもこっちもでかいよ。同じぐらいあるかもしれないかな。迫力がすごいわ。中住めるのかな、これ。来ました、これ。進撃の巨人ね。すごいわ。あ、なんかこの辺りはでも男の俺でも写真撮りたいと思うね。すごい、いいわ。中世の人はこんなところにやっぱ住んでたのか。ここ中入れますね。
すごい広々としてますね、これね。ハリボテじゃなかったですね。でかいね。映画館があっても良さそうですけどね。多分この中に、アトラクションが少し入っていると思うんですよ。いや、一人じゃなかったらアトラクション間違いなくやってますね。強引にちょっと友達になろうかな、子供と。うわ、向こう側もあれじゃない、行ける感じですよ。何これ、ここは何。あ、そう、フライングアイシアターっていうのがあって、なんかね、これ面白そうなんだけどな。おっさん一人でも行ける、行けたら嬉しいんだけど。でもカメラ持ってる、大丈夫なのかしら。せっかく来たからね、なんか見てみたいですよね。やばいわ、60分待ちだわ、ここ。ちょっとね、すいません、やめておきます。来たらぜひ来てみてください。多分 3D とかああいう感じのね、面白系のアトラクションになってると思うんで。こういったやつですね、こう映画館の中に入ってこう楽しむやつですね。いいな。ここにアトラクションありますね、こんな感じでね。そう、ムーン、このジャンクションシアターっていうのがいいらしいですみたいなんですけど、ちょっとね、今回やっぱあれだね、時間ないからしょうがないね。でもね、あのここ来る価値あるかと思いますよ。このお城とかね、結構インパクトすごいしね。まあ、遠くまで歩いてきてよかったです。ここが多分あれなんじゃない。ああ、そうですね、ここはムーンスクエアですって。また違うあのアトラクションになるのかな。ああいう見ていただいたアトラクションも全てあの入場料の中に含まれてますからね。え、いいね。ちょっと待てよ、こっちはなんだ。あ、ここがムーンジャンクションシアターになってんだ。興味ある方行ってみてください。もう私ね、あのロープウェイのとこまで歩いて帰らなきゃいけないっていうね、そのことだけで頭がいっぱいです。こっからもね、あのロープウェイで下の方まで降りれるようにできればいいんですけどね、多分ダメですよね。戻らなきゃですよね。まあ戻りましょう。こうやって太陽も出てね、非常に風も気持ちよくていいですね。今ね2時15分です。これからね、もうちょっと下の方にね降りていきたいと思います。他にもね見るとこあるんですけどね、ちょっと今回はねもうお腹いっぱいです。友達と来た方がいいです、間違いない。あのレストランでご飯食べたら一人ね、多分韓国人の人だと思うんですけど、男の人が一人で飯食ってましたね。声かけようと思いましたけどね、私の近くに座っててすごいアイコンタクトしてくるんですよ。ただいやすまんと思いながらね、別日で会いましょう。あのここね、あの戻ってるのね私ぐらいなんですけど、もしかしてさっきのところからロープウェイで戻れたのかな。いや、こちらの方までやっと出てきました。これからねロープウェイちょっと乗って戻りたいと思いますけれども、ちょうどねもうあのお日様が出てきてね、本当にいいですよね。今あのゴールデンブリッジ行ったら最高だと思いますね。こちらがねフレンチビレッジの入り口でしたね。時間をこう決めて何かこういうパレードっぽいのをやってるんでしょうね。向こうは向こうでまた違うなんかサーカスっぽいのやってますね。まあ、2時半ですけどね、まだまだもう盛り上がって人もいっぱいいますね。こうやってなんかユニフォームこの着てる人がいるんですけど、どっかの国からあれかな、会社の社員旅行で来てたりするのかな。なんかねずっとここであの扉が閉まってて止められてたんですけどね、今オープンしました。これからケーブルカーでね戻っていきましょう。全然並ばなくていけそうですね、よかった。
い、到着しました。 OK、 こちらからね行くときは入ってきましたけどね。いや、帰りのあのねロープウェイはねかなり蒸してましたね、直射日光が当たってたんでね。これからね入り口の方まで戻っていきましょう。こちら入り口に戻ってる途中なんですけど、車をね、帰りの車をまだブッキングしてなくてね、今あのオンラインでやったんですけど、すごい早いですね。グラブだと今の時間だと、36万ドルぐらいになってますね。でこのサイトだと1988円、まあ3000、32、3万ドルぐらいかななってますね。今3時なんですけど、3時45分で希望を出したらそれで通りましたね、でこの後ねそのドライバーさんから登録した番号とか、もしくはあの WeChat とか WhatsApp とかそういうあのアプリを経由して連絡が来るんでね、便利ですね本当に。まああの片道だけ買ってね、やっぱり時間がわからないんで、往復はもう往復というかあの帰るときはその時間の近くになったらね、まあグラブで帰るなりこういうサイトを利用して帰るっていうのがいいかもしれないですね。本当にね、なんか多分その時々によって待ち時間とかって変わってくると思うんでね。はい、今ねこちらの入り口の方出てまいりました。いやね、今3時15分でございます。着いたのが10時45分ぐらいですね。なんかまあ6時間ぐらいいたのかな、なんだかんだでいましたね、やっぱりあの施設が大きかったから。私もう飽き性なんでパパッと見てまあ2時間ぐらいで終わるかなと思ったんですけどね、そんなことはなくね6時間ぐらい滞在してましたね。いやいやいや、こちらにのバスに乗って戻っていきましょう。並んでますね。帰りは並びますねこのバスね。はい、到着しました。ここね朝ね降ろしてもらったところですね。こうやってあの朝来て、ね、ここでバス乗っていきましたけれどもね、いや無事着きました、よかったです。本当にねちょっとねお疲れ気味になりましたけれどもね、それでもね非常にね楽しかったです。このゴールデンブリッジのね手が見れたんでね、それの夢が叶ってよかったでございます。はい、これからね車に乗って帰りたいと思うんですがね、ドライバーさんの方からもねバスに乗ってる時にあのここで待ってますよっていう写真が来ましてですね、そこのところにちょっと向かって乗ります。ちなみに今回ねかかったのは、チケットまあ90万ドルですよね。あとまあバス行き帰りですね、あちらが1988円のかける2なんで、まあ大体4000円ぐらいでプラス、まあ、90万ドルなんて今のレートだとね、まあ、5400円ぐらいかな。なので今回、まあ、入場料移動費合わせて合計、まあ、9400円ぐらいになってますね。はい、まあ、ちょっとねお高めかなっていう方もいらっしゃると思うんですかね。ダナンに来たらここ外せないスポットでございますから、ぜひねこのね山の上までねダナン湿地の方からね上がってみてください。もう今になってもういい天気、ちょっとねホテル戻ってビーチ行きます。ナイスバディ持ってるんでね。それでは皆さんね、このバーナヒルズのね旅でしたけれどもね、ご視聴いただきありがとうございました。ダナンのバーナヒルズからさようなら。